ゆいがドクソングのイメージがある岩桜真子です。ゆいがドクソング始まるよ。翔太頑張ってね。ゆいがドクソング、さあ始まりました。ゆいがドクソング、先週は真子ちゃんに電話をつないで真子ちゃんに出演していただきました。さあ今夜も真子ちゃんの時に来てくださってました。お二方来てますので自己紹介からお願いします。と自宅でお料理教室やワークショップ、お花のワークショップを開催している大塚智美と申します。と皆さんこんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩桜真子の、マネージャーで、大塚さんとはご近所でね、そうなんですよ ね, ね、趣味のね、自分もね植物でねこうアートとかするんですけど、大塚さんの場合はねそれをね、ワークショップという形で、はい、ちょっと共通点があって今日はお連れしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はゲストに大塚さんをお迎えして、はい、いろいろと聞いていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大塚さん普段は、はい、そうですね、ワークショップ、はい、詳しくね知らない人に教えてもらったらね。そうですね、はい、ワークショップは自宅で開催してるんですけど、はい、うんうん、お花のドライフラワーを使ったり、はいはい、あとプリザーブドフラワーというちょっと加工したお花があるんですけども、うんうん、そういうお花を使ってリースやあとスワック、はい、よくおしゃれなお宅にあるような壁掛けですね、うんうん、お花の、それとあとレジンのアクセサリーとか植物を使ったワークショップ、うん、はい、お花のレッスンを開催していたり、うん、はい、あとお料理教室をやってるんですけども、うん、はい、それも自宅で開催なんですけど、はい、お料理教室はちょっとまあ今回そういうコロナ的な感じで、うん、なかなかできる感じではないんですけども、うん、また皆さんと、うん、開催できる日を楽しみにしています。なるほど。でそのご自宅でそのワークショップやってね、はい、まあ、その植物とかその、ね、お料理ですか、はい、お料理っていうのはどういう感じ の、まあ、レパートリーっていうんですか、ね、あ、はい、うん、どういう感じで。そうですよね、はい、とお料理はこのジャンルっていうのはないんですけど、うん、和食、はい、あと中華、はい、イタリアン、うん、もう何でもカフェ飯みたいな感じのちょっとおしゃれなワンプレート料理みたいな感じで出します。とおかずもサラダ、あとメイン、あと主食と、あとは最後デザートっていう形で全部作って、でお飲み物も出してワークショップ、ワークショップっていうかお料理教室、うん、はいはいはい、お料理サークルみたいな形です。はい、いいですね。そのね、お料理もできてて、そのねお料理を見ながらね、そのね花とかドライフラワーでね、うん、こう飾り付けしてね、すごいね、うん、マッチングしてるところにね、ね、そうですね。そうですね、自宅に来ていただけると、うん、はい、壁にいろいろ飾ってあったりするので、うんうん、お料理教室に来た方も、はい、ちょっと壁に飾ってあるものを見て、うんうんうん、あ、こんなことをしてるんだな他にも、うんうん、っていう感じで見ていただけたら、うんうん、はい、ちょっと幅が広がるというか、で結構主婦の方はそういうのが、うんうん、作るのが好きだったりとかするので、うんうん、はいはい、結構好評で、うんうん、でか、ワークショップなんですけども、うん、自宅で開催っていうあれは、うん、カフェプラスで出すっていうのがちょっと面白いかなと思って、はいはい、ワークショップ終わった後に、うん、と手作りの焼き菓子と、はい、あとコーヒーとか紅茶とか、うん、お飲み物も出して、うん、それ含めワークショップっていう形でやってます。あ、ね、うん、こうね、こう全体的にこうね、うん、こう包み込んでまた戻ってくるようなイメージの、ね、うん、無駄ない、うん、なんか趣味と趣味じゃないんですよね。あ、でも趣味から始まったものなので、うん、でそのカフェ、はい、なんか行きつけのカフェ、なんか今カフェって聞きましたけど、はい、なんかそのお店の名前とかあるんですか。行きつけのカフェさんですか、はい、あ、紹介しちゃっても大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、と
お気に入りのカフェさんはいつもお世話になっているカフェ豊作さんっていう愛川町の宮ヶ瀬ダムの方にあるカフェになります、はいはいはい、うん、またいいですね、自然にねこう囲まれたね、すごい環境がいいと思います、で、じゃあそちらのおすすめのなんか、あ、ね、あります、あります、あります、はい、とスペシャルプレートっていうのがあるんですけど、本当プレワンプレートに野菜いっぱい、それも野菜もすごいこだわっていて、一つ一つ味も違っていて、野菜の持ち味も引き出していて、すごくお気に入りのプレートで、さらに大好きなローストビーフが乗ってます、はい、どうですか、そんなの、うん、自分は分かんないですけど、値段がね、はい、こう結構ね、高そうなイメージがあるんですけど、ね、お値段は大体お値段1500円だったと思います、確かいいです、ね、今の段階 で、うん、今の段階ね、でそれで何がいい、うん、お気に入りかというと、さらに、うん、店主の豊作さんのオーナーさんが入れた、うん、はい、ハンドドリップのコーヒーがつきます、はい、今ちょっとインスタとかでそういう、ね、はい、取り上げられてアップしてるような、ああいう感じの、あ、そうです、知らない人はそういうイメージで大丈夫ですか、この全然大丈夫だと思います、おしゃれにこう、そうですね、おしゃれなだけじゃなく、はい、本当に素材を生かして、うん、はい、はい、そういうワンプレートなの でコーヒーも美味しく、はい、なのでリピーターさんがすごい多いと思います、うん、ね、でもどうでしょう、愛川町ね、はい、交通のねほら便とかそういうのはどうなんでしょうかね、なんかふと自分が知らないとね、はい、向こうのちょっと、いや本当に私ペーパードライバーなので、はいはい、うん、誰かが乗せてってくれないといけないっていう難点がありまして、うんうん、誰か乗せてってください本当に、うん、あれ鹿とかイノシシに乗っかっていくってそういうのはダメなんですか、あ、新しい手ですよねそれどうなんですけどね、もうでもいいですよね、自然のね囲まれたところでね、翔太、ね、はい、うんうん、あれですか、コーヒーとかは飲まれますか、コーヒーは飲みますね、うんうん、コーヒーショップにも行きますね、あ、そうなんですね、あ、じゃあコーヒー好きな方ですか、コーヒーは結構ね、FM でも飲むので毎日飲んでるかなうーん、さっきも飲まれてましたね、はい、うん、あれ翔太、例えばその、ね、壁紙とか、ね、うん、壁紙じゃないか、壁に飾るね、そういう植物の、うん、そのね、なんていうんですか、リースですか、リース、はい、そういうのって分かる、分かるっていうかね、わかります、うん、クリスマスリースみたいなのはそうですね、王道なのはそういう感じだと思います、自宅とか飾ってたことあります、うん、あ、そうなんです ね、はいはいはい、ね、作ったことはないですよね、昔なんか幼稚園とか、はい、本当に松ぼっくりとかでやったことあったかなってぐらいだったの、うん、はい、自分もそうね、植物扱うけどね、うん、自分なんかほら壁にかけるの大体ね、わら人形とかそういうもんなんで、うん、ちょっとそれはそれ ね、それはまあ、冗談でね、はい、でもね、なんかそういうのもあっても楽しいのかなって、まあ、楽しくないか失礼しました、ね、はい、うん、ね、まあね、そうね、コロナでね、こうね、暗い中ね、やっぱね、うん、明るくなるのか暗くなるのか分かんないアイテムですけどね、まあね、そういうね、うん、こう人の心をね、こう明るくするね、ものをね、そうですね、植物ってボタニカルセラピーっても言うんですけど、うん、植物を触ってみて、うん、癒しを感じたりとか、うん、あと心がちょっと和んだりとか、うん、そういう感じで、あとお花とかは、うん、色、うん、いろんな色があるので、うん、カラーセラピーとかそういうのにもつながると思うんですけども、うん、本当に作っていて癒されるし、はい、あともう本当に五感が刺激されるというか、はいはいはい、でお花を触っていても、うん、葉っぱの擦れる音だったり、うん、あとその時に感じる香り、はい、フレッシュな香りだったりとか、はいはいはい、お花の匂い、うん、でドライになったとしても、うん、その香りはあるので、うんうん、それを感じ取って作ってほしいなと思います。 なるほど、ね、あとね、色合いとか目で見て ね、目でもね、こう楽しめるってね、はい、素晴らしいですね、はい、本当五感ですよね。そうなんです。あと出来上がった後の喜び、うん、達成感がものすごいあるので、うん、これだけ自分で頑張ったんだぞっていうのもあるし、はい、こんなに素敵な作品ができたっていうのもありますよね、うん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 、そうね、ショータンどうですか、なんかそういうね、ね、没頭するとか、なんかそういう趣味とかあります？昔、小学校とかに、うん、なんか、なんか日記みたいな、その朝顔日記みたいな、はい、
やってたことはあったぐらいで、うん、あとは昔にその自宅のお庭、まあそんな大きくないんですけど、うん、そこになんかいちごを、小さいいちごで育ててて、はい、そのいちごをの世話してたりとかはありましたね。そうかそうか、そういうね栽培ね、そうですね、そういうのね、うん、まあ、心が優しい証拠ですね、そういうね、うん、栽培もすごい楽しいですけどね、うん、お花を見たりとか、うん、育っていく過程とか、うん、できた時に喜びが、そうですよね、いちごは特にそうですね、いちごは赤くなる前に食べちゃうかないやそれは待ちきれなくてね待ちきれなくてそうそう、ちょっと赤くなったぐらいで食べちゃう、みたいな、ね、甘くなる前に、うんうん、育てるっていいなって、そうですね、うん、育てるっていいと思います、本当に楽しみがあります、うんうんうん、特に食べれるものなんか、そう、ね、そうですよね、そう 食べれないものは、うんうん、そう自分は置かないみたいなね基本食べれるものしか植えないっていう、それでもいいと思います、ね、いいですよね、うん、そういう考えも、ね、うんうん、いいですよね、うん、でここで一曲お送りしたいと思いますので、大塚さんの方から曲紹介の方をお願いします。はい、と最近気になるメイベルという歌手のボーイフレンドという曲です。どうぞ。一曲聴いていただきました、ありがとうございます。それで引き続きトークの方に行きたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。大塚さん、はい、ね、ワークショップとか、はい、そうですね、あのカフェ豊作でしたっけ、はい、ね、その話題をね、はい、あの聞いてね、あの今度ね、そっちの方に伺いたいなと思うんですけど、はい、聞いてみてください、うん、本当に美味しいんです、はい、でなんか趣味とか最近なんかハマっているものってありますか、はい、最近ハマっている、ハマっていると言ったら、うん、はい、もう運動が大好きなんですけど、はい、うん、でちょっと前はズンバをやったり、はい、あとピラティスをやったり、はい、あとバレトンという運動をやったりしてたんですけども、はい、今ちょっとそういう、例えばジムが閉まっちゃってたりとか、うん、やっぱりあの密になる環境っていけないですよね、うん、なので、うん、お家でできることを、うん、じゃあ筋トレととか、うん、あとはランニング、うん、でランニングが一番ハマってるって言ったらあれなんですけども、はい、始めたその日からもう10キロ走ったんですよ。10キロですか、はい、始めたその日にいきなり10キロ走っちゃった。そうなんです、マイペースなんですけどね、うん、でも10キロはね、やっぱりこう、ね、走らない人から見たらとんでもない長い距離だと思うんですけど、そうなんですよね。どうですかそれって次の日とかにガーンとこう、あ、全然大丈夫だったんですよ、はいはい、なので、うん、その次の日も続けてっていう感じでだんだんちょっとエスカレートしてきて、うんうんうん、まあ、走れる時は15キロ、うん、で一番走ったのが20キロっていうのを、うんうん、でも自宅周辺ですよ、うんうんうん、同じところをぐるぐる回っているだけなんですけど、20キロ走るっていう、20キロってすごいですよ ね、 本当ね、そう普通からしたらそうみたいですよね。でじゃあ時間的にはだいたい20キロ、うん、例えば走るとどのぐらい時間かかるんですか。そうですね、時間は20キロで2時間ぐらいですね、うんうんうん、はあね、そう素晴らしいですね。ちなみにあれですか、うん、そのやっぱりそういうねジョギングすることによって体重がこのぐらい落ちたとか、はい、そういうのってあります、はいはい、あります、あります、はい、体重このぐらいっていうのはここのラジオで言いたくはないんですけど、うん、でも、うん、あの体型をちょっと絞ることができた、はい、なんか、うん、よくインストラクターの先生が、はい、体重ではないんだよと、うんうん、見た目、うん、見た目のボディが大事みたいな感じで言ってたんですけど、はいはい、うん、もう本当に見た目からして体が引き締まったっていう感じになって、はい、うんうん、自分でももうランニングがやめられないです、本当に。あ、じゃあもうストイックにこうハマっちゃったみたいな、ね、はい、ハマっちゃいましたね。あとはもう筋トレとか、はいはい、別になんかムキムキになろうというわけではなく、はい、女性的な体を保ちたいっていうのが目標なんですけど、はいはいはい、もう気を抜くと本当に食べることが大好きなので、うん、すぐ太っちゃうんですよ。あ、私もそうですね、もう、うん、そうですよね、はいはい、
気が抜けない感じです、うん、本当に、うん、じゃあその今その、ね、自慢 の, そのボディを、はいはい、何かで見られたとか、あの何か SNS かなんかでこう、あ SNS、 あそうですね、うんうん、インスタですかね。インスタで、うん、あなるほど、うん、じゃあそちらの方でじゃあその大塚さんの、はい、華麗なそのボディを、ね、あの華麗かどうかは分からないですけどね見てみなきゃ分からないみたいな、はいね、じゃあねそうですね、うん、じゃあ今度ね覗かせていただきますぜひよろしくお願いします、はい、あちなみにあの、うん、インスタなんですけども、はい、あのトモネギキッチンで、はい、検索していただいたら、うん、あのぜひ登録というか、うんうん、インスタはトモネギキッチンで、うんはいはい、TOMONEGIKITCHEN めちゃめちゃ長いですね、うん、ハッシュタグのトモネギでもあの検索できると思うんですけども、ぜひ聞いている方がいたら検索よろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。はい。と、ニッキー・ジャム&ダディ・ヤンキーのジャンルはレゲトンになります。私の大好きなズンバの曲でも使われる曲になります。盛り上がるダンス曲なので皆さん聞いたら踊ってみてください。どうぞ。1曲お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあこの後も続けて最後トークの方をお願いします。はい、先ほどあのズンバ、はい、ズンバというはどういう踊りなんでしょうか。踊りというダンスなんでしょう。ズンバですかなんかちゃんと検索すると出てくると思うんですけど、はい、私は主婦が楽しく、はい、踊れる場所を提供してくれるようなインストラクターがいる楽しい場所、うんうん、ちょっと意味わからないんですけど、なんて言ったらいいんだろう。検索すればよかったダンスちょっとそこ振られると思います。ズンバって、ね、そうですね、サークルに通ってたりしたんですけど、うんうんうん、でそこで結構すごい人数が、うん集まっちゃったりとか、はい、多い時はもう50名とか、すごいですね、うんうん、なので今できなくてすごく残念です、うんうん、みんなであの踊ったりとかしてストレス発散もありますし、はい、もちろんダイエットもあると思うんですけど、うん、一番はもう楽しく踊れて、うん、主婦って多分なかなかわーっと騒げる場所ってないと思うんですけど、うんうん、そういうところでストレスを発散できるっていうのはすごいありがたいことだと思います。うん、なるほど、そういう空間なんですね。そういう空間ですね。すごい楽しくて、うん、もうハマっちゃう人続出みたいな。あなるほど、はい、じゃあそのね、じゃあ体ね動かさない翔太にはねやっぱりそういう無縁のとこなのかなっていう体動かしてほしいですね。ぜひズンバやってみてください。本当に やってみたいですね、うん、ねストレス発散でね、うん、いや本当そうですよ、うん、ね楽しいし、うん、あの曲がまずラテン系だったり、うん、ジャンルもいろいろあるんですけど、うんはい、さっき紹介した曲じゃなくても、うん、あとちょっとなんだろうしっとりした曲もありますし、いろいろ踊れるので楽しいです、で耳でねこう、はい、音楽聴いて、はい、体で発散して、はい、そうですそうです、ね、楽しくね、はい、ダイエット、そうです、うんうん、最高ですよね。ね、はい、さあお送りしてきました、はい、じゃあまたここで改めてその先ほども紹介ありましたお教室とかの、そうやられていることをもう一回ご紹介、はい、SNS とかもお願いします。はい、と今はちょっとコロナで自粛しているところもあるんですけども、これからまたお料理教室を始めたり、あとはワークショップも自宅で開催しているので、そちらの方もご連絡いただけたらお日にちを決めてもらったりできるので、ぜひあの一度連絡してもらえたらと思うので、まずインスタからチェックをよろしくお願いします。インスタはともねぎキッチンで TOMONEGIKITCHEN です。と長いのでとハッシュタグのともねぎでも検索できるのでよろしくお願いします。はい、ぜひフォローお願いします。
よろしくお願いします、はい、さあ3人でお送りしてきました。高さんいかがでしたか。うんね、あのそうですね、あの大塚さんのね、そのワークショップとか、はい、そのズンバとか、そうですね、そのまあ趣味でね、こう、はい、ジョギングしてるとか、はい、やっぱりね、この普段ね、やっぱ必要なね、はい、その空間をね、この取り入れてるっていうのはね、ちょっとね、自分にもね、こう取り入れたいなと思いますね。あ、はい、そうですね、ぜひ自宅で結構過ごすことが多いと思うので、うん、そうですね、はい、うん、ね、ショタンもね、それを取り入れて、そうですね、はい、でそうですね、今はほら YouTube でいろいろ見れちゃうので、うん、そうですね、それでいろんなことを始めることもできると思います、はい、新たにね、はい、やってみるのもいいと思うので、はい、ぜひね、これを聞いてやってみたいと思った方は、ぜひ検索をね、まずしていただいて、はい、それでやってみるといいと思います、はい、いいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。